パチンコパスロ大好きな皆さん、こんばんは。閉店くんです。えいえい。今回は宮崎県都城市にございますガシャポン都城店さんに来てます。はい、やってきました、都城ね。最近こう定期的にちょっと呼んでもらってるような感じですけどね。何ヶ月ぶりかな、3ヶ月ぶりかな、ぐれ3ヶ月ぶりぐらいかな。はい、前回確かね、なんか僕じゃなくてお隣の方がすごい当たって、もう笑っちゃうぐらい当たって、俺が全然当たんなかったような感じだったんですけど、今度はね逆、うん、俺がめっちゃ当たるぐらいね、もうめっちゃ当たりそうな台を探しに行ってみたいと思います。入店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 、やってきましたガチャポン都城店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。その前に消毒。入店入店、まずはパチンココーナーですね。前にも言ったけど左側に、まあ、足湯があると、まあセラミック式の足湯があるということで、はい、まあ店員が出発して4円パチンコから見ていきましょうかね。海コーナーの装飾が結構力入れてるっぽく見えるんですけど、まあ、一応この辺とかね見ていきましょうか。わ、39回でございます。まあ、こちらあんまりユーパチですけどね。はい、アグネスラム38回、お隣43回と、これもユーパチだけど57回、36回、すごいなった、106回。すごいね。これが2万発ぐらい出てますね。タイプレー北斗天30回、35回。おお、すごい。スロットコーナー行きたいと思います。まずはモンキーターン、本日3870枚、この台が本日最高4600枚ですね、モンキーターン。ああ、もう一台ありますね。バブルブレイブはこの台かな、3541枚。ああ、もっと出てる台ありましたね、6000枚でございます。あとは3000枚、2000枚、2000枚と。北斗の拳5105枚、今売ってるお客さんが3000枚、2000枚。はい、からくりサーカスが、7000枚、ゴジエバー、この台が一番出てるかな、4000枚。続きましてオスマン長方、この台が一番出てるのかな、この台が一番出てますね。はい、3532枚。ゴッドイーター、一回打ってみたいんだよな、5351枚。北斗無双、おお、3000枚で今売ってるお客さんが9955枚。まんまいきますねこれね。はい、ゲゲゲの鬼太郎、この台が一番出てるかな、4064枚。ワンパンマンが3400枚。トラブルダークネス7359枚。なんか2000枚という台があちらこちらにあって、この台が一番出てるのかな、おきどきは。はい、本日最高4170枚。もう間違いなくこちらの店ジャグラーは押してますんで、台数もかなり設置してあります。早速回っていきたいと思います。まずはマイジャグラー5、55ペカで19の、あ、36の19か、すごいね、113分の1だって。66ペカ、139分の1、124分の1、あ、すごい、43の24だって。わあ、53、23の30、これ押さえた方がいいんじゃないの。135分の1だけど、2330だよ。ああ、122分の1っていう台があるよ、この台。ああ、55ジャグラーか。ああ、でも55ジャグラー1対1じゃん。うわー、どうしよう。でもすごいねこのグラフ、すごくないこの連チャン、気持ちいいねこれだけ出たら。ああ、打ちたかったなこのお店で、ミスタージャグラー、いいっすねー。65ペカ33の32、間違いないっしょ。わー、こちらの台もすごいね、63ペカで30の33ですよ、間違いないね。多分3台設置なんで、この真ん中だけ低いってことはないと思うんですよね。あそこの55からミスター見れたら最高なんだけどな、開いたらすぐ移動できるし。これだよね、気持ちいい連チャンしたの見れないっすね。24の31でしょ。いやー、これ強いと思うんだよな、ちょっとね、ここすごい気になるんですけど、気にはなるんですけど、こいつを信じて、こいつで行ってみたいと思います、えいえい。はい、ということで、今回、平田君が選んだ台は、北電子さんの55ジャグラー3でございまーす。ちょっとね、お時間がまだあと21分ぐらいあるんですけど、行っちゃいたいと思います。はい、
ちょっとメガネ取りますね。この距離だとね、逆にね、見えすぎちゃうんですよ。203回転から大サリパッチャス。残念。せっかく宮崎に来たんで、いっぱい打とうじゃないですか。ねえ、ブドウス持ってないんですけど、一回も。46枚目。残念。おい、やめてよ。時間ある時に限ってそういうの。せっかく20分打てるんで、もう今日終わっちゃうぐらいの勢いで。お願いします。2本目。大丈夫か、この台。俺で収束するのやめてくれよ。追加倒し。3本目でございます。今日ね、僕の住んでる地域で花火大会だったんですよ。で、僕、まあ、今日撮影なんで行けないから嫁さんと子供で行ったらしいんですけど、写真が送られてきて、もうちょっとで花火大会始まるよってところでゲリラ豪雨ずぶ濡れになって帰ってきたと。明日に延期だそうです。こないだちょっとね、パチンコパスロー打つ時間がちょっとありまして、打ったんですよ、ファミスタ。面白かった。で、まあ、ちょっと設定なさそうだなと思って、まあ、勝ってるうちにやめようと思ってやめて、で、へそデカのユニコーンちょっとどうしても打ってみたいなと思って打って、どうしても1回だけユニコーンって言わせたいなと思って、で4000円で言ったんですよ、ユニコーンって言った。で、それが当たってラッシュ入って追加投資まあ結局3連しかしなかったんですけど、でも、まあ、そこでまたねプラス1万円ぐらいプラスになった。楽しかったです。あれだったかな、やっぱマイジャグラーでよかったのかな。いやでもな、あのマイジャグラーも怖いよな。4本目。粘らない、光らない、どうしよう、どうしよう。あと15分もあるんだけど、あと13分か。いや、行くわ。ファミスタあったかなファミスタあったかな、ファミスタどうかな。いや、ファミスタも重たいからな。今回撮影に協力していただいたこちらガチャポン都の城店さんの宣伝をちょっとだけもう言いますね。いきなりズバンと言いますよ。パチンコは海、スロットはジャグラーです。押してますんでね、もう台数もやっぱそう、もう押してるなっていう台数なんでね、はい、ぜひねこちらのお店に来た際には自分の好きな機種、あとはなんかね人気機種とかあると思うんですけど、一回ねジャグラーコーナー、海コーナーね、ちょっと覗いてみてください、ね、駐車場も完備してますんで、はい、遊びに来てください。ということで、私エイテン君、これは買ったでしょう。このウォーゴージャグラー3なら買ったでしょう。最後までご覧ください。当たる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 、大丈夫まだ時間ある。ジャグレンくればまくれる。まあ普通だよね、普通に朝からジャグラー打ってさ、5000円使ってさ当たらないなんて全然普通だよ、うん、そうそうそう、1本2本で当てようと思うからいけねえんだよな。本当かよこれ。いやちょっとな、このブドウが怖いんだよな。そう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 、いや怖がっちゃダメなのかな。さあ5本目、230枚。お前でいいのかな、本当にお前で。あ、でもレギュラー選考でしょ。合算124分の1でしょ。俺が打つ前は122分の1だったでしょ。ほんと引き弱いな。4000円でユニコーンで当たってんだけどな俺な。重たいさ、ファミスタでもさ勝ってさ引き合ったよ。なんで、確か昨日だよ昨日ですよそれ。引きを使っちゃったとかそういうのは嫌、そういうのはない、そんなのはない。ちょっと こいつをね今ねちょっと作り直してるので、ちょっと光らせて試したいんですけどね。これここはどうやったらうまくいくか、今試作で2作ぐらい作ってくれて業者さんが。
それを試したいんですよね、試したいんですよ。光ってください、お願いだから。さあ6本目。本当かよ一周回ってこの台見つけたら撃つでしょう。24の31、合算125分の1、ちょっとハマってる。395回転。ああ打っちゃうよね。あ、ミスタージャグラーの人やめてる。もっと早く気づけばよかった。時間ねえからいいか使うマジかよ。8本いっちゃいました。これ移動しちゃったらもうオカルトでしか、うん、まあでもな、そのオカルトで勝てるんだったら勝ちたい勝ちたいわ、もうそのオカルトでもいいよ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ヤス君、違うだろ話が。光ったら譲ってくれなきゃ。それしてたよ苦笑。今ちょっと前に座った投資一本で当たったんだろうな、あれな、多分な。あったチリジョーク投資8本。おそらく250回転ぐらい回しました。はい、やっぱりね。あ、忘れてた435もハマればジャグレーするでしょう。お時間あと3分くらいあったよ。 H ゲームのチャンス残念。やばいって、投資8本でしょ。8本いっちゃったから368、安全合ってるか分かんねえけど368ってことはビッグ1回じゃ足んねえって。速攻引かれ。こんだけレギュラー引いてればまあね、試行回数少ないんだったら分かるけど、まあもうほぼほぼ7000回転回してこのデータでしょ。 100% ではないけどかなりの確率でいい台だと思うんすよね。頼むって、ぶどうよくなってきた。今頃、今頃ですか。投資、投資いっちゃったよもう。試してないって。終わりですね。よし、ういね、マジかいや一回光ったんですけどね。はい、それじゃ早速コインの方を流したいと思います。えいえい、じゃらじゃら、何枚ですか21枚。あ、違うわ、64枚。56ペカビッグ24、レギュラー32、合算120、4分の1だったかな。こんないいだよって胸はい、実戦終了、実戦終了、無念ドラーン、やられたー。ということで今回こちらガチャモン都の上天さんで実戦した機中は北谷さんの55ジャグラー3を打ちまして、投資がなんと8本。こちらのお店46枚ガチャなので368枚、獲得枚数が64枚ということでマイナス304枚です。無念。20
分も打って20、まあ正確に20分ちょいですけど21分ぐらいかな、打って1ペカ。ガッサももうね、まあ、試行回数7000回転近くあって、レギュラー選考でね、もうビッグもそんな足りてないっていうほどでもないんで、まあどちらかっていうとね、設定差が大きいレギュラーの方がね、引けてるんで、もうこれ間違いないだろうと思って。でね、前人の方が結構すごい連チャンしたんで、こんだけ連チャンするとやっぱ高設定じゃないとなかなかいかないだろうと思ってね。まあ、最初マイジャグラー押さえたんですけど、やっぱこっちだなと思って。こっちだと思って。信じて、打ち続けた結果、投手100本。完全に俺のこれ。はい。いやー、今日でも店内ぐるっと回った感じね、結構やっぱ強い台いっぱいあったんで、まあ、できればね、ミスタージャグラー、この番組で初めてね、打ちたかったんですけど、なかなか、それなんですね。ということで、僕の引きが弱くて、今回僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つぞ、えいえい。